ここは栃木県小山市。歴史、産業、文化が息づく水と緑と大地の自然豊かな町です。では、私たちのふるさと小山市をご紹介いたします。東京から42分、栃木県の南の玄関口に位置するここ小山市は、人口16万5000人の栃木県第2位の都市。新幹線が停車し、鉄道と国道が共に交差する交通の要所です。その便利な立地性から、市内には日本でも有数の大企業がいくつも工場を構えます。また、小山駅前の都市開発や新興住宅地の開拓が進み、多くの方が移り住んでいます。小山駅西口にそびえ立つマンション。そして東口には学生たちが行き交う大学のキャンパス。駅の東西を結ぶ中央自由通路も開通し、人々の暮らしはますます便利になりました。市街地を一歩抜けると一面に広がる美しい田園風景。小山市は農業も盛んです。市の中央を流れる清流思い川が育む豊かな大地は、お米や麦など農作物を育てるのに最適。中でも鳩麦とビール麦の生産量は日本でも有数です。全国的な飲料メーカーとの提携も多く、普段皆さんが飲んでいる鳩麦茶やビールも、もしかしたら小山産の麦を使っているものかもしれませんよ。豊かな自然に囲まれて、四季折々の美しい風景を楽しむことができる小山市。こちらは小山市の南に位置する本州以南最大の湿地、渡良瀬遊水地です。希少な動植物の生息地で、2012年7月にラムサール条約湿地に登録されました。小山市では渡良瀬遊水地の懸命な活用のため、エコミュージアム化、トキ・コウノトリの野生復帰、環境に優しい農業の推進に取り組んでいます。思い川のほとりに立つのは、小山氏の祖とされる小山正光と三河鬼の像です。小山正光は平安時代の末期から鎌倉時代にかけて名を馳せた関東でも有数の豪族。三河には源頼朝の乳母を務めた人です。思い川のせせらぎを聞きながら、発展を続ける小山市を見守っています。皆さんは小山市に国指定史跡がいくつあるかご存知ですか？小山市東部の鬼怒地区にある寺の東遺跡をはじめ、マリシテン塚古墳や琵琶塚古墳など歴史学術的価値の高い史跡が7つも存在しています。また歴史の町小山といえば、なんといっても小山評定。1600年、徳川家康がここ小山で開いた軍議小山評定で石田三成を討つことを決定し、天下分け目の関ヶ原の戦いに臨みます。その後はご存知の通り、家康は見事関ヶ原の戦いに勝利し、徳川300年の時代が幕を開けるのです。徳川家の繁栄を決定づけた小山評定が開かれたここ小山は、まさに開運の町。皆さんも小山市で開運パワーを充電してくださいね。歴史が息づく町小山市、昔ながらの伝統工芸も今に受け継がれています。最古の技法によって作られる絹織物、本場結城紬、一つ一つの工程が手作業によるもので、その貴重な技術が評価され、2010年11月にユネスコ無形文化遺産に登録されました。小山市では本場結城紬の新しい可能性を探求しています。こちらは
2011年に開催された本場結城紬のファッションショーの様子。着物だけでなく洋服にも仕立てられた本場結城紬が人々の注目を集めました。いつの時代も日本人の垂涎の的であった本場結城紬。その巧みな技と優雅な存在感はこれからも私たちを魅了し続けてくれることでしょう。小山市では平成26年6月26日にスポーツ都市を宣言。多くの市民がスポーツに親しめる都市を目指して、小山の特色を生かしたスポーツの街を広く発信していきます。最後に小山市の観光情報です。活気あふれる小山市には皆さんに楽しんでいただける小山ならではのものがいっぱい。国道50号線沿いにある道の駅思い川、そして小山駅にある桜道には、見て楽しい、食べて美味しい小山ブランドが揃っています。ぜひあなたのお気に入りを見つけてくださいね。そして1年を通してにぎわいを見せる小山市のイベントもお忘れなく。国の選択無形民族文化財に指定されている関東の奇祭、ママダのじゃがまいた、大神輿が見応え十分の菅神社の祇園祭、打ち上げ総数なんと2万発超え、ワイドスターナインが自慢の小山の花火、豊かな自然と確かな技術、そして人々の活気と笑顔があふれる小山市を皆さんどうぞ楽しんでくださいね。